ケージは1959年制作のイタリア映画。ローマで起きたある殺人事件を捜査する警部の目を通して、ローマ市民の様々な人間模様を描き出していく。カルロエミーリオがあった原作の小説、メルラーナガイの混沌たる殺人事件の映画家、ピエトロ・ジェルミ監督、主演。主題歌の死ぬほど愛してはイタリアをはじめ世界中で、 大ヒットし、アモウレミオという大でも知られている。ある日、ローマの一角で、殺人事件が起きた。被害者は、バンドッチケプジンのリリアーナ。事件の捜査にあたる、イングラバーロケーブは、彼女の夫や当園の医師、バルダレーナを有力な容疑者として睨むが、何も決めてはない。やがて、イングラバーロケーブがリリアーナの夫やバルダレーナ、バンドッチケの女中、アスンティナラと接するうちに、 彼らの様々な人間模様が浮かび上がってくる。映画のワンシーンより、左からピエトロ・ジェルミ、クラウディア・カルディナーレ、エレオノラ・ロッシドラゴ、カッコ内は日本語吹き替え、ありがとうございます。